ジェリー・コップことジェラルディニエム・コップはアメリカ合衆国の女性飛行機操縦士である。飛行式ながらマーキュリー計画の男性宇宙飛行士と同じ試験を受けて合格した13人の女性、マーキュリー13のうちの一人である。コップはマーキュリー13の中で最初に試験を受けた。しかしマーキュリー13の女性たちは宇宙飛行士になれなかった。 1931年3月5日に、オクラホーマ州、ノーマンで生まれた。父は、ウィリアム・ウェイチ・コップ中佐である。生まれて数週間後、母方の祖父のユリシーズ・エス・ストーンが、会議員を務めていた、ワシントン・ D.C. に移った。祖父が落選したことにより、一家はオクラホーマ州に戻り、祖父と父は自動車のセールスマンとして働き出した。アメリカが、 第二次世界大戦に参戦すると、一家はテキサス州イチタホールズに移り、父は州兵の部隊に参加した。コロラド州デンバーに移った後、第二次世界大戦後はオクラホマ州に戻り、そこで幼少期の大半を過ごした。ホップは空軍パイロットだった父の影響もあり、幼い頃から飛行機に親しんでいた。12歳の時、父が保有する。 ウェイコの1936年製のオープンコックピットの服用機で初めて飛行機を操縦した。16歳の時にはパイパー J-3 株に乗ってグレートプレーンズで曲芸飛行をしサーカスの工業の宣伝のビラを巻いていた。夜は株の翼の下で眠り人を乗せて燃料代を出してもらいながら飛行の練習をしていた。 オクラホマシティのクラスン高校に在籍していた17歳の時に事業用操縦士の免許を取得した。その1年後には事業用操縦士の免許を取得した。1948年、オクラホマ女子大学に1年間だけ通った。17歳で自家用操縦士の免許を取得し、18歳の誕生日に事業用操縦士の免許を取得した。性差別や 戦争が終了して多くの有能な男性パイロットが戻ってきたことにより普通の飛行機操縦士の仕事に就くことができずパイプラインの警備や農薬の空中散布などあまり人がやりたがらない飛行機関連の仕事を引き受けたその後総発機、軽機飛行、飛行機関、地上機関の資格を取得し航空輸送免許も取得した21歳の時には 世界各国の空軍向けに軍用の戦闘機や4発爆撃機の納入飛行を行っていた。コップは20代の時に3つの航空記録を打ち立てた。1959年の長距離無着陸飛行の世界記録、1959年の軽飛行機の世界、速度記録、1960年の軽量飛行機による3万7七1 0フィートの世界高度記録である。 世界最大の航空賞であるパリ航空賞に女性として初めて参加しパイロット・オブ・ザ・ヤーに選ばれアメリア・ヤハート・ゴールド・メダル・オブ・アチーブメントを授与された。ライフ氏のアメリカで最も重要な若者100人で9人の女性の一人に選ばれた。第2次世界大戦終戦後に余剰となったフェアチャイルド PT-23 を購入する資金を貯めるために 女子ソフトボールのセミプロチームのオクラホマシティクイーンズで選手をしていたこともある。1959年28歳のコップは自身が世界記録達成に使用した航空機エアロコマンダーを製造していたエアロデザインエンジニアリング社のパイロット兼マネージャーとなり、航空業界では数少ない女性役員の一人となった。 1960年までに生涯飛行時間は7000時間に達した。1960年11月、アメリカン航空のマーケティング部門は、ロッキード L-188 の墜落事故が相次いだことから、同期が女性の間で評判が悪く、同期を主力機としている同社の予約に影響を与えていることを確認した。当時、アメリカン航空には女性パイロットがいなかった。 そこでアメリカン航空はコップを招き4時間のテスト飛行を行った。コップはターボプロップ機をこの時初めて操縦した。1961年5月 NASA 長官のジェームズ・ウェッブはコップを NASA の宇宙計画のコンサルタントに任命した。オハイオ州のルイス研究センターにある多軸宇宙試験完成設備を操作するコップこの試験は回転している。 宇宙船の制御をシミュレートするもので、マーキュリー13の女性たちが宇宙飛行の資格を得るために行った多くの試験の一つである。コップは、マーキュリー計画の7人の男性宇宙飛行士を選抜する際に用いられた3段階の身体的、心理的評価をすべてクリアした。しかし、これは NASA の公式のものではなかったため、アメリカ合衆国議会で女性を、 宇宙飛行士プログラムに参加させることへの指示を集めることはできなかった。当時、コップは64種類のプロペラ機を操縦したことがあったが、ジェット戦闘機は後部座席に1回に乗っただけだった。NASA の歴史家はこう書いている。宇宙飛行はできなかったが、コップは他の24人の女性とともに宇宙飛行士の訓練生になるかもしれないという思いで、 マーキュリー計画の宇宙飛行士と同様の身体検査を受けた。第一期女性宇宙飛行士訓練生と呼ばれるこのプログラムに参加した女性たちは全員が優れた飛行機パイロットだった。マーキュリー計画の公式の健康診断を行っていた NASA の科学者ランディ・ラブレス博士が NASA の正式な許可を得ずに自分の病院で試験を行った。コップはての試験に合格し、 男女の宇宙飛行士候補者の中で上位2%の成績を収めた。1962年、コップはアメリカ合衆国議会の校長会、宇宙飛行士選抜特別省委員会に招聘され、女性宇宙飛行士についての証言を行った。宇宙飛行士のジョン・グレンは校長会で男性は戦争に行き飛行機を飛ばす女性がこの分野にいないのは、 私たちの社会秩序の事実であると述べた。そのわずか数ヶ月後、ソビエト連邦は世界初の女性宇宙飛行士、ワレンチナ・テレシコワを送り込んだ。帰還後、テレシコワはコップの信仰心を嘲笑しつつも、コップが遭遇した性差別に共感し、次のように述べた。彼らはことあるごとに民主主義を叫び、同時に女性を宇宙に出さないと発表しています。 これは公然の不平等です。コップは、ジェーンブリークスハートラ・マーキュリー13の参加者と共に、女性も男性と一緒に宇宙飛行士の訓練を受けることができるように、働きかけを続けていた。しかし、当時の NASA の宇宙飛行士プログラムへの参加条件は、軍のテストパイロットであり、軍の高速テスト飛行の経験があり、いざという時に操縦を引き継ぐことができる。 工学的素養があるということだった。当時、軍のテストパイロットは、全員が男性だったので、女性は事実上除外されていた。リンドン・ジョンソン副大統領の秘書のリズ・カー・ペンターは、ナサ長官、ジェームズ・ウェッブにこの条件を疑問視する手紙を書いた。しかし、ジョンソンはその手紙を送らず、代わりに、直ちにこれをやめさせろ。という手紙を送った。コップは、その後、 30年以上にわたって南米で選挙活動を行い、先住民族への物資輸送などの人道的な目的の飛行を行うとともに遠隔地への新しい航空路の調査を行った。コブは危険なアンデス山脈やアマゾン熱帯雨林を横断する新しい航空路を開拓し、自分で作成した地図を使ってアメリカよりも広い未開の地を飛行した。コブはブラジル、コロンビア、 エクアドル、フランス、ペルーの各政府から表彰された。1981年にはその人道的活動が評価され、ノーベル平和賞にノミネートされた。1999年、全米女性組織はジョン・グレンが行ったようなレーの影響を調査するためにコップを宇宙に送るキャンペーンを行ったが、失敗に終わった。ジョン・グレンの宇宙飛行の主な目的は、 微小重力環境が高齢者の体に与える影響を観察することだった。具体的には、無重力状態が高齢者の体のバランスや代謝、血流などに良い影響を与えるかどうかを観察しようとした。コップは、男性に見られる効果が女性にも見られるかどうかを調べるためには、高齢の女性を宇宙飛行させる必要があると考えた。十七歳の時、かつて、 ジョン・グレンと同じ試験に合格したコップは宇宙飛行に参加する機会を求めて NASA に嘆願したが NASA は今後の打ち上げに高齢者を参加させる予定はないとして却下した当時の飛行機飛行士や宇宙飛行士の多くは NASA が数年前に犯した過ちを正すためのチャンスを NASA が自ら逃してしまったと考えたコップは宇宙飛行という究極の目標を達成することは できなかったが、後に続く女性たちの道を切り開いた。コップは、ハーモントロフィーや国際宇宙飛行士連盟のゴールドウィング賞など、数多くの航空関連の栄誉賞を受賞した。88歳の誕生日から13日後の2019年3月18日、コブは、フロリダ州の自宅で亡くなった。ローレル・オルスティンの2017年の戯曲「ゼイ」、「プロミスト・ハー・ザ・ムームは、ジェリー・コップ コップが宇宙飛行士になるために奮闘する物語である。2019年のテレビドラマシリーズ、For All Mankind では、ジェリーコップをモデルにしたキャラクター、モリーコップをソーニャ・バルゲルが演じている。シーズン1の第4話、プライムクルーは、ジェリーコップの思い出に捧げるとしている。2020年のディズニーのテレビドラマ、マーキュリー7では、メイミー・ガマーがコップの役を演じている。 この記事にはアメリカ合衆国政府の著作物であるアメリカ航空宇宙局のウェブサイトもしくは文書本文を含むありがとうございます。